こんにちは、アリスチャンネルです。今回の本は置かれた場所で咲きなさい。著者の渡辺和子さんが9歳の時、226事件で父親を目の前で惨殺されてしまうという壮絶な体験をしています。父は渡辺丈太郎、陸軍教育総監でした。その後30歳で修道院に入る決意をし、アメリカに渡り、5年後に帰国、岡山県のノートルダム精神女子大に派遣され、翌年36歳の若さで3代目の学長となりました。89年の人生を終え、天に召されたシスターが私たちの心を勇気づけてくれます。早速ご紹介していきましょう。大学の初代2代目の学長は70歳代のアメリカ人学長だったので、30代半ばの日本人が3代目学長になったことは異例のことでした。周囲の嫉妬も大変なものでした。慣れない土地に置かれ、思い通りにならないことに不平不満を持っていた時、アメリカ人宣教師が英語の詩を渡してくれました。そこにはこう書いてありました。置かれた場所で咲きなさい。咲くということは仕方なく諦めることではなく、自分が笑顔で幸せに生き、周りの人も幸せにすることによって、神様があなたをここにお植えになったのは間違いではなかったと証明することです。それ以降、私の生き方は変わりました。時間の使い方はそのまま命の使い方なのです。恋愛、結婚、就職、子育て、どんな時でもこんなはずじゃなかったと思うことが出てきます。そんな時にもその状況の中で咲く努力をしてほしい。もしどうしても咲けない時は無理に咲かなくてもいい。その代わり根を下へ下へ下ろして根を張るのです。次に咲く花がより美しくなるように。人が生きていくことは悩みを抱えるということ。思うようにならないのは当たり前のことなのです。悩むからこそ人間でいられる。ただし悩みの中には変えられるもの、変えられないものがあります。例えば我が子が障害を持って生まれてきた。他の子にできることが自分の子にはできない。親としては胸をかきむしられるほどの切なさでしょう。しかし、いくら悲しんでも我が子の障害がなくなるわけではありません。この現実は変えることはできない。でも子供に対する向き合い方は変えることができます。生まれてきた我が子を厄介者と思い、日々を悩みと苦しみの中で生きるか、それともこの子は私だったら育てられると思って神様がお預けになったのだと思えるか、その捉え方次第で人生は大きく変わっていくことでしょう。前に進むためには目の前にある現実を受け入れ、ではどうするかということに思いを馳せること、悩みを受け入れながら歩いていくことが人間としての生き方なのです。今あなたが抱えているたくさんの悩み、それを一度整理してください。変えられない現実はどうしようもなく、無理に変えようとすると心は疲れ果ててしまいます。ならばその悩みに対する心の持ちようを変えてみてください。そうすることで悩みは消えなくても、きっと生きる勇気が芽生えるはずですから。詩人の八木重吉がこんな詩を残しています。憤りながらも美しい私であろうよ。泣きながら泣きながら美しい私であろうよ。この詩が歌っている美しい私こそが心に笑顔のある人なのかもしれません。私は微笑みという詩に出会って変わりました。その詩は、自分が期待した微笑みがもらえなかった時、
不愉快になってはいけない。むしろあなたの方が相手に微笑みかけなさい。微笑むことができない相手こそ、あなたからの微笑みを本当に必要としている人だから、というものです。これこそ神が求める自分がされて嬉しいことを他人にしなさいという愛の教えだと思いました。3歳くらいの子供を連れた母親が水道工事をしている人たちのそばを通りながら語って聞かせています。おじさんたちがこうして働いていてくださるおかげで坊やはおいしい水が飲めるのよ、ありがとうと言って通りましょうね。同じところをこれまた幼い子を連れた別の母親が通りかかります。子供に向かってこう言いました。坊やも勉強しないと、こういうお仕事をしないといけなくなるのよ。価値観はこのようにして親から子供に伝えられることがあるのです。最初の母親は、人間は支え合って生きていること、労働への感謝の念を子供の心に植え付けたのに対し、2番目の母親は職業に対する偏見と人間を学歴などで判断する価値観を植え付けたのではないでしょうか。同じ事柄でも価値観によって受け取り方が変わります。子供には愛と思いやりのある価値観を伝えましょう。命は大切だ、命を大事に。そんな言葉を何千回言われるより、あなたが大切だ、そう誰かに言ってもらえるだけで生きていける。私は大切だ、生きるだけの価値がある、そう思うだけで私は強くなります。命が大切だと実感するには、心に届き身にしみる愛情が必要です。人間の価値は何ができるかではなく、存在自体が大切で宝石のようなものなのに、そう感じてくれるような愛情に飢えている人たちがたくさんいます。あなたは大切だ。私たちの生活や心の中には、思いがけない穴がぽっかり開くことがあります。それは病気や大切な人の死、揉め事や事業の失敗など様々です。その穴を埋めることも大切かもしれませんが、穴が開くまで見えなかったものを穴から見るということも生き方としては大切なのです。大学の夏休みが終わった時、4年生の学生がやってきて、シスター、この休みの間に私の人生に穴が開きました、というのです。話はこうでした。自分は思いかけず婦人科の手術をしなければならないことが分かって、その手術を受けた。手術は成功したが、医者から子供が産めなくなったかもしれないと知らされた。自分にとって非常にショックだったのは、結婚を前提に付き合っている男性がとっても子供好きだったからである。隠しておこうかとも思ったけれど、いつかはわかることだからと覚悟を決めて打ち明けた。するとその男性は、心配しなくてもいい、僕は赤ちゃんが産める君と結婚するんじゃなくて、君と結婚するんだから、と言ったという。そこまで話してその学生は泣いてしまいました。もし私の人生にこの穴が開かなかったら、結婚しても一生相手の誠実さと愛の深さを私は知らないで過ごしたかもしれません。この学生は自分の人生に開いてしまった穴のおかげで、今まで見えなかったものを見ることができたのです。このように人生の穴からのみ見えてくるものがあります。そこから吹いてくる風の冷たさで、今まで気がつかなかった他人の愛や優しさに目を開かれることがあるのです。年を取るにつれて、今までできていたものができなくなり、できたとしても
以前より時間がかかります。老いるということにおいて、一番大切な仕事は、このように不甲斐なくなった自分を受け入れて、慈しむということだと気づきました。ところで老いは悲しいことばかりでもありません。恵みがあります。体力も少しずつ減っていく中で、本当に大切なこと、必要なことを選んでするようになります。老いは人間を個性的にするチャンスなのです。人間関係にしても、量から質に変わっていきます。坂村新民の冬が来たらという詩を読んでみましょう。冬が来たら、冬のことだけ思う。冬を遠ざけようとしないで、むしろ進んで、冬の魂に触れ、冬の命に触れよう。冬が来たら、冬だけが持つ、深さと、厳しさと、静けさを知ろう。この詩は、老いに対する私の思いを表しています。若い時を懐かしむでなく、むしろ進んで老いを受け入れるのです。そうすれば、私の老いは豊かになっていくに違いありません。人間は決して完全には分かり合えない。だから、どれほど相手を信頼していても、100% 信頼しちゃダメよ。98% にしなさい。あとの 2% は、相手が間違った時のために取っておきなさい。と言っています。人間は不完全なものです。それなのに 100% 信頼するから許せなくなる。100% 信頼した出会いは、かえって壊れやすいと思います。この話を学生にすると、シスターは不信感を植え付けるのですか?と言われましたが、2% は許しのためというと納得します。私も 100% 信頼されたら迷惑だと言います。私も間違う余地を残してほしいから、誠実に生きるつもりだけど、間違うこともあるかもしれないし、約束を忘れることもあるかもしれない。そういう時に許してほしいから。聖フランシスコの平和の祈りは、主よ、私をあなたの平和のためにお使いください。という祈りの後で、こう記しています。慰められるより慰めることを、理解されるよりも理解することを、愛されるよりも愛することを望ませてください。私たちは与えることによって与えられ、進んで許すことによって許され、人のために死ぬことによって永遠に生きることができるのです。このように他人の喜びとなる生き方をすることは命と平和を生み出します。置かれた場所で咲きなさい。咲くということは仕方なく諦めることではなく、自分が笑顔で幸せに生き、周りの人も幸せにすることによって、神様があなたをここにお植えになったのは間違いではなかったと証明することです。はい、これで本の紹介は終わります。どれも心温かいシスターのお言葉が心に染み渡ります。では次の本でお会いしましょう。